ガマ、地方荒野を倒したが、そのダメージは大きく、中堅のバッケンとの試合を前に、もはや動く力さえも残っていなかった。うるさい！ユウスケ、怒りの鉄拳！これでダウンじゃねえぞ。試合はまだ続く。うわやめろ！この試合もらったな。ストップ！これ以上続けるとクラマ選手の命に関わります。カウントを取ります。誓いは黙って命を奪うためにやってんだよ。とどめだ。顔面グスグスにしてやるぜ。うわっ、うわ、やろう。おりゃ、やめろ、バッケン。なんだと？やめろと言ってるんだ。辞書、なぜ止める？殴ればお前はやられていた。後ろを見ろ。何？奴は本気だ。大会ルールを無視してこの会場の妖怪全てを相手にすることになっても、レーガンを撃っただろう。我々の目的は勝ち残ることだ。無駄な殺し合いをする必要はない。へえ、甘いぜ、理想。トヤもガマもジンもだ。邪魔な奴は全部殺せばいいんだよ。はい、こいつは返してやる。クラマ選手、戦闘不能とみなし、バッケン選手の勝ちといたします。クラマの命拾いしたの？それはお前たちの方だ。この会場の妖怪ども全員がな。まさに一触即発だったな。撃とうとしたのはユウスケだけじゃない、ヒエもだ。会場全てを巻き込んだ死闘になるところだったよ。お前たち、私の魔界屈指の結界の中にいながら戦うだと？強まりはよしなるかとやら。あんたも気がついているはずだ。いつまでもここに閉じ込めておけるほど我々二人が生優しい相手じゃないってことにね。こうなりゃ俺が戦うしかねえな。ダメでした。あんたはおとなしく寝てなさいって。はい。なんだその目は。そんな目で俺がひるむとでも思ってんのか。俺を誰だと思ってんだ。そんなに早く死にてえのか。妙な気配がしねえか。妙な気配って？
バッケンが隠し持っている妖術の気配が。バッケンの時に裏飯の相手が務まりますかね。大丈夫ですよ、バッケンには奥の手がありますから。それそれだな。どうした戦う前からそんなに汗かいてハーハーしてよ。もう降参か。バカはどっちでいいな。シュラン忍術白煙の霧。何？消えた。霧を操りやった。これが隠し持っていた妖術？ちょっと何この霧。汗くさい。なんとバッケ選手、大量の汗を霧に変えて身を隠しました。今や場内全体が霧の中。これでは裏飯選手、相手がどこから攻撃してくるかわからない。くそ、どう戦えってんだ。どこからだ。そこか。見当違いもいいところだな。くらえ。どうだ、手も足も出まい。同様、この切り使いのバッケンの手によってサンドバッグになる運命よ。気でも触れたが、何がおかしいんだ。安心したんだよ。こんなしけたパンチじゃいくら殴ってもクラマは殺せねえ。それにてめえは風使いのジンってやつより数段弱いだろ。こんな汗くせえ霧は、奴の風にならすぐ吹っ飛ばされちまいそうだもんな。てめえの芸は、霧で身を隠して相手をぶん殴るだけだろうが。黙れねえ、ガキめが。行き当たるので、貴様に風は作れない。うわぁ、一撃で辛いことを粉々にしてくれ。パンチはな、てめえみてえなヘナチョコじゃねえから隠れなくたってお前を一撃でぶち殺せる。何を言うんだ。
なんと浦部戦士の一撃でバッケン戦士の肋骨が砕けた模様です。油汗じゃ自慢の霧は出せないのか。待て、あばらがいかれしまったんだ。もう戦えねえよ。てめえはさっき戦えねえクラマに何をしたか忘れたのか。いやあんときは俺も興奮しててよ、よく覚えてねえんだよな。あんたほどの格闘家ならわかるだろう。試合のときは誰だって冷静な頭じゃなくなるもんだ。本当だよ。おいおいおい。そうか、そうだよな。確かにあの時のてめえは興奮してた。自分がクラマに何をしたか忘れちまってるかもしれねえよな。てめえの体で俺が思い出させてやるべ。すまないが、予定では3人は俺が倒したかったが。怪我は大丈夫か。怪我よりも自分で植えた島根木草が厄介だな。魔界の植物だけに枯らすのに時間がかかる。まさに自分で撒いた種だけどね。ゆっくり休んでいいぜ。残り2人も俺がきっちり肩をつける。油断だけはするなよ。前の3人は出てくる順番も強さもバラバラだったが、残る二人は確実に大将クラスだ。よし、いいぞ、もう少しだ。驚いた。比叡に凄まじい霊力が戻りつつある。理由はわからんが、ルカの結界には二度と使えないと思われた比叡の右腕を治す効力があるようだ。しかし今さら結界を解こうものなら、抑え込んでいた奴の霊力が一気に放出し、無事ではいられないこともルカは気づいておる。操れないのか。霧や闇を作り出す術はないはずです。あら安心だ。ああ、カニなんか食べてる場合じゃないと思うんですけど。確かに。ちょっとおおカニ、いよいよお出ましたな。風使いの陣なら必ずや裏飯をやるでしょう。今までの戦士とは格が違いますからな。いい夢だ。
うるせえな、やりたきゃ自分でやれっちゅう。ああ、これ見てけろ。耳がピーンと尖ってるべ。俺な、興奮したりワクワクするとこうなるんだ。いやー、こんなピンピンになったのは久々だわ。おい、それから、おめえがバッケンの野郎をぶっ飛ばしたとき、スカッとしたんだ、俺。正直言ってあいつの汚さにはほとほと愛想が尽きてたからよ。おい、これ、リショには内緒な。あいつ何笑ってんだ？チェッ、すっぽんきょうな野郎だぜ。怒りに任せてぶっ飛ばしてやろうと思ってたのによ。毒気を抜かれちまった。あいつはあいつ。俺は俺だ。ギスギスした気持ちのまんまやり合っても楽しくねえべ。せっかく体張ってんのによ。これが陣の風か。自らを宙に浮かせています。すげえぜ、おめえと戦えると思うとなんだかワクワクしてくるぜ。楽しく戦うべ。よし、力比べをしようじゃねえか。さあ始めようぜ。第5試合ウラメシ対ジン始め。おりゃー、かっこーい。ジン選手まるでロケットのように飛び上がった。ここの風は元気がいいだな。この島は必ずオラがいただくだ。ジン選手降りてきません。どうしたことでしょう。オラ降りてきやがれ。おめえばぶっ倒してな。決めそうだな。ユウスケの前に立ちはだかる風使いの陣、そしてその後には敵の大将李翔も控えている。